ねっこねっこつるつる、ねこつる TV。 塞いでなんとか行ったので、このまま点滴してあった多分中でもう今おとなしくなったんで、これが赤変化。こまドランテレってあれ。こまじゃ行こうか、ね、これでおとなしくなった、はい、お預かりして、お預かりして、一回お預かりして、なんかね、動物病院で袋に入れないと見てもらえなかったらしいので袋に入れます。なら僕がこれを持つんで、そんなんできないです、どうして。あ、じゃあこれをね、とりあえず袋に入れないと見てもらえないから、ちょっと乱暴に一人では絶対できないんで、あの振ってもらわなあかんのですよ。縦にするしかないよね、こういうの。あ、OK。 あ、こんな逃げられへんね。これと同じ感じ。俺もそれで入る思ってたんやけど。で、これで、うん、じゃあお父さんこれ、あの持ち上げてもらって、僕こっちやろ、はい、持ち上げたらええやん。これ絶対期待感あるって、基本的には。あ、出てきた出てきた出てきてるやろ。ほんま、行ってまい、あ、行った行った、なんでやってるか。見てみーな。ほら、でもお兄さんやってるやつ。いや、でね、そうですね。この袋でいいって言ってありました。うん、洗濯の袋に入れてくれやったらいいです。おとなしいわ、ほんまにいい子やわ。もっと大暴れするよ。で、このまんま今度あのカゴに入れるんすよ。まずそこに入れ、うん、そこに入れてあげて、うん、よいしょ、頑張った。あーって、暴れた暴れた。こうなるから、いった。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫大丈夫。そう、こうなるよな。はいはい、ごめんな。下置くわ。あ、おしっこ漏らしちゃった。あ、怖かったな。あ、これ、そのままもう、これで。おしっこ漏らしてんな、だいぶ。あ、おしっこ漏らしちゃった。いいな。はい、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 はい。どうした。ごめんなさいね、お兄さん。死に物狂いのおしっこやな、これ。くっさいわ。もう、ほんま臭い。臭い。これね、あの、生命の危機を感じた時のやつやから。はい、じゃあこれで行ってきちゃった。いいです、大丈夫大丈夫。これでじゃあ行ってきてください。いらっしゃい、はい、すいません、なんか汚しちゃった。これは処理しときます。お願いします。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。とりあえず綺麗にはしたんですが、今ね、病院から帰ってこられたみたいで、病院の方でまだね、検査はねちょっとできないらしくて、女の子っていうのが分かりました。ですので避妊手術をする時に猫エイズ、猫白血病とかの検査はされるみたいです。でとりあえず今お父様が仕事に行かれて、一人ではどうすることもできないということで、ちょっと僕が助け舟を
写真行ってきます。ちょっと行きますね。おお、何をしてんの、あんた、びっくりする。こいつは厄介そうじゃな。